皆さんこんにちは、今日は沖縄高校生失明警官の供述と警職法の停止させる権限ということでお話ししようと思います。今日ですね、沖縄タイムズが、次のようなタイトルの記事を出したんですよね。警察官右手に警棒強くぶつかった高校生失明目撃者なく特定難航という、タイトルになります。で、記事によると、どんな、話をしているかというと、接触した時に伸縮する警棒を伸ばした状態で右手に持ち、直進してきたバイクに向かって両手を前に出して止めに入った、右手が強くぶつかった、おい止まれと声を出して制止を求めたというふうに話している供述しているそうなんですよね。で、これに対して、高校生は、警棒で右側から殴られた、だからわざと殴った、で急に警官が現れ停止は求められていないという、この2点で、食い違っているというのは、昨日お話しした通りです。で、警察官職務執行法という、法律があるんですよね。で、その2条1項に、何々のものを停止させて質問することができるとあるんですよね。だから警官は、停止させる権限を持ってるんですよね。で、その、要件があるんですけど、この度の件では、要件を満たしていると思うので、そこは割愛して、停止させる権限っていうのはね、どういうものかっていうのを、考えていきたいんですよね。で、現場警察官権限解説上巻第2版っていうね、そういう本があるんですよね。それの、26ページには停止の具体的な手段としては警察官が言語によって相手方に停止するよう求めるのが通常である、それはそうですね、言語言葉で、言うっていうね、ことですよね。だからおい止まれ、問題ないんですよね。言葉で停止するよう求めているっていうね。で、両手を前に出して止めに入ったっていうのは、これも停止を求めるジェスチャーだと思うんですよね。おい止まれ、口だけだとね、相手にちゃんとね、気づいてもらうために、止まれっていう雰囲気ですよね。両手広げてもいいと思うんですけど、これでね、止まれって、伝わると思うんですよね。両方で、止まれっていうのを伝えてるっていうね。もし殴るためならね、別に左手は出さなくていいし、右手もね、振りかぶっといた方がいいですね。予備動作っていうのがあるからね。だから、これはね、止まれっていう、止まってくれっていうね、そういう意思表示だと思うんですよね。で、もしこの警官の供述が真実ならば、警官は警棒を使用していないことになると思うんですよね。ここがね、私の今日の重要なところだと思うんですよね。で、その例えば弁護士 .com かな、警官が警棒を使用する要件について、解説する記事とか出していて、警察官等警棒等使用及び取扱規範っていうね、そういうのね、こういうふうな決まりになってますみたいな、紹介があるって、大変ね、勉強になるんですけど、使用していない場合はね、使用して初めてその規範に合ってたかどうかが問題になるので、使用していない場合は、結果論としては、それは関係ないということになると思うんですよね。じゃあその警棒を使用するというのは、警棒を使用して相手に物理力をね、与えること、加えることだと思うんですね。叩くとか、押さえるとか、突くとか、突くは危ないと思うんですけどね、そんな感じのね、物理力をね、加える、相手とか、刃物とかに加えるっていう、のを使用するっていうと思うんですよね。で、ちょっと広く考えるなら、警棒を見せてね、威嚇することも、その使用のうちに含まれるかもしれません。ということで、先生そこら辺までがね、使用のうちで、単に手に持っていた、いざという時ね、危険だと判断して、手に持っていた段階じゃ、別にね、それは使用しているとは言わないんですよね。で、この手に持っていること自体、この度の、状況ではね、暗闇でね、暴走族が近くで走ってたという状況なら、何らは手に持っててね、問題ないと思うんですよね。で、その
じゃあね、その手に持ってること自体が問題なくて、で停止を求めるために両手を前に出した時に、それはもう手にね持ってたから、あの警棒がありますね、右手に、まあ、これも何ら問題ないですよね。わざわざその置いてから前に出さなきゃとかね、あの警棒をまたね腰に戻してから止まれとか、そんな言ってたらもう行ってしまいますので、まあそれはね、まあ、右手に、まあ、持ったままでね前に出すっていうのはまあ問題ないと思うんですよね。で、まあ、今回、警官は、右手が強くぶつかったっていうね、まあ、ぶつかった方自体はねもう、報道でねあのこう言ってますって出てたので、まあ、強くと、まあ、右手がっていうのがね、まあ、新しい情報かなと思います。ただまあ当たった瞬間のことだから、まあ、警棒が当たったかとかね、まあ、警棒が当たった場合にどの部分が当たったかとかはまあよくわからないって言ってる、様子なんですよね。でまあ、このまあ警官の供述ですよね、まあまあ、当時の状況、まあね、報道の範囲でまあ伝わる状況と、まあ、かなり符合している、まあ、合ってると思うんですよね、まあ、不自然とはまあ感じないので、まあ、そんな風に感じます。というわけで、まあ、警官の行為がね、まあ、あのこの説明の通りなら軽職法の停止させる権限の範囲内とまあ私は思えるんですよね。でまあそのね、まあ止まれって言って、まあこうやって、それからまあバイクが接近してきた時ですよね。まあそれはまあ警官も、まあ危険を感じるので、そのままね、まあ立ってたというのも考えるんですけど、普通はね、なんかおっという感じでね、まあ、防御体制みたいな、ちょっとあのまあそのなんかね、あのから身を守ろうとしたんじゃないかと思うんですね。まあ、その際になんかね、警棒の柄のあたりとかがね、ひょっとしたら当たったのかもしれないし、まあひょっとしたらまあね、おっとなった時の、まあ、ここら辺の警棒があの通る時に当たったのかもしれないです。まあそこはわからないし、そのなんかあの仕草がまあなんか少年からはそのなんか振りかぶったみたいに見えて、なんか殴られたと言ってる、まあというのもまあ一つの可能性としてあり得ると思うんですよね。というわけで、まあそのどうやら殴ったっていうところがですね、まあその高校生の言う殴られたっていうね、わざと殴ったっていうのが、まあどうも、そうではない可能性があるので、まあ当日ね、あの SNS で拡散したまあ仲間とかは、できればその警棒が当たったとかね、まあそういう表現にとどめておいた方が良かったのではないかと思います。でまあこの記事にですね、弁護士佐藤実っていうね、まあ、弁護士がまあ大沢コメントを書いてるんですよね。でその中にですね、今回の警棒の使い方がルールにのっとったものなのかどうかとかね、このように正しい使用だったのかどうかはとかね、そういう表現があるんですよね。ということはもうこの佐藤実弁護士は警官が、警棒を使用したっていうことをね、もうの前提で話してるんですね。まあ、ところがまあ警官の供述を見ると、まあ使用はしていないという意味じゃないかなと思うんですね。だからまあ一方の当事者がその使用していないと受け取れる供述をしている段階で、もうまあね、完全に使ったというね、使用したという前提でまあコメントを書いているのは、まあ弁護士としてどうかなというふうに、まあ私は個人的に疑問を感じました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。